アンドリュー・ミューレン・グレイは、スコットランド出身のサッカー選手。グレイは、グラスゴーで生まれたが、母親は、アウター・ヘブリディーズ諸島のルイストにある、ストーノー・ワイ近郊のバック村にルーツを持つ。ダンディー・ユナイテッドで、プロとしてのキャリアをスタートし、そこでは62試合に出場し、46ゴールを、挙げた。1975年10月にアストンビラに移籍した。 加入2年目の1976から77、シーズンには36試合で25ゴールを記録し、得点王となり、ピエフェ年間最優秀若手選手賞とピエフェ年間最優秀選手賞を同時受賞した。翌シーズンも13ゴールを挙げたが、アリー・マクレオドは、1978フィファ、ワールドカップのメンバーには選ばなかった。1979年9月には、 ウルバーハンプトンワンダラーズに英国記録となる遺跡金150万ポンドで遺跡した。1980年のリーグカップ決勝ではその試合唯一のゴールを挙げクラブのタイトル獲得に貢献した。1982年には降格を喫したがクラブに残留し1年での昇格を果たした。1983年11月に25万ポンドで エバートンに移籍し、マージーサイドのクラブで、素晴らしい2シーズンを過ごした。1984年には、FA カップのタイトルを獲得し、決勝のワトフォード戦ではゴールも決めた。翌シーズンは、リーグ優勝と、UEFA カップウィナーズカップのタイトルを獲得し、カップウィナーズカップの決勝戦でもゴールを決めた。ゲイリー・リネカーが、エバートンに加入したことにより、 グレーは15万ポンドでアストンビラに復帰した。54試合に出場し5ゴールを挙げたが5シーズン前のチャンピオンズカップ優勝チームであり6シーズン前のリーグチャンピオンであるチームは1987年に降格となってしまいグレーはチームを去ったウエストブロムウィッチアルビオンに1シーズン在籍した後に子供の頃からファンであったレンジャーズに加入した。 アイブロックスでの滞在は短いものであったが、リーグ優勝を経験し、1990年に現役を引退する前に、フットボールカンファレンスのチェルトナムタウンに1シーズン在籍した。スコットランド代表では20試合に出場し、7ゴールを挙げた。U-23 代表でも4キャップを記録し、学生代表の経験もある。A 代表デビューとなったのは、 1975年12月17日に行われ、1から1で引き分けたルーマニア代表戦である。代表でプレーしている間にワールドカップのメンバーに選出されることはなかった。1999年にオリンピックの体操選手であったスーザン・ダンドとスカイスポーツで共に仕事をした際に惹かれ、恋に落ちた。グレーはタブロイド紙の記者に、 派手な女性関係を築いてきた時代は終わると話した。しかし、プエトロバヌースで金髪の女性と抱き合っているところを目撃され、グレートダンドは破局を迎えた。最近まで元モデルである古くからの友人の女性と婚約をしており、近い将来にルイス島のバック村に戻りたいと話していた。グレーはシャギーマギー。 ジャクリーン・チェリーと結婚し、二度の離婚を経験している。彼は、前妻の二人とかつての恋人、サラマ・シューズ、ジャネット・トリグとの間に5人の子供がいる。1992年から、スカイスポーツと ESPN で、サッカーの解説者を務めていたが、 女性審判への差別発言問題を起こし、スカイスポーツ解説者であるリチャード・キーズと共に2011年1月27日付で解雇された。ありがとうございます。